バイオがもっと多くの人に使ってもらえる新しい時代の PC としてふさわしいものを作りたいし、バイオなら作れると思っている。それが定番という言葉に象徴されている部分だと思っていて、せっかく作った価値をもっと多くの人に広げなきゃダメじゃないか、そうじゃないとビジネスの発展性もなくなるよというところで、じゃあもっと多くの人にバイオの価値の真髄をきちんと届けるために、組織体制そのものも抜本的にいろんなものを変えて実行してきています。みんなに受け入れられる、みんなが欲しい価値っていうのをこう見直して、どれをこう入れていくのかっていうのを考えるところが、いくつもジレンマがありましたし、他のプロジェクトのメンバーとの衝突もありましたので、まあ、そういうところは少し辛かった面でもあり、今回のプロジェクトを象徴するような出来事だったんじゃないかなと思っています。お客さんのためにしっかりこう悩める、途中で諦めないで悩み切って決定できるっていうメンバーが集まっていた、そこはまあすごく誇れるところじゃないかなと思ってます。バッテリーの持ち駆動時間っていうのも非常に重要だよねっていうところで、バッテリーのセルの構成からもう一度考え直すっていうところを中心にやってきています。持ち運んだ時にでも使い方においてももっさり感与えないとか、実現できるためのすごく大事な要素なのかなというふうに思ってます。劣化の抑制っていうところを評価の中に組み込みながらやっているので、なかなか劣化しないっていうようなバッテリーが実現できているのかなと。まあ、見ていてこう幸せになるというか、気持ちが上がる、持ってて所有感があるような色、それを実現するためにこう色にこだわってるんですけど、バイオのアイデンティティがちゃんと生かした製品になってるなと思ってます。今回オーナメントを取ってるんですけども、まあ、そこを IMR という手法で色つけてますけど、まあ、そこをどういうふうに見せるか、まあ、バイオの見た目のこだわりの部分でもあるので、まあ、デザイナーがどういうラインを描いて、まあ、そこをきれいに見せるかっていうところの角度っていうところは、まあ、中身の構造をこう調整しながらライン引いていったところではあります。我々持っている品質のターゲットはやっぱり厚みのフィニッシュに準じる、こちらをベースに考えております。厚みのフィニッシュを得た製品というのは自分たちは絶対の自信を持ってますので、これをお客さんに届けていく、自分たちがこだわっている価値の一つが品質だと考えています。お客様とつながる、品質につながる、環境につながる、中でもペーパーレスプロダクションですとか、これは環境にもつながりますし、お客様にもつながっていけるのかなというふうに考えております。一番伝えたかったのは、 PC にあまり詳しくないお客様にとっても選びやすくて使いやすい製品であると。パソコン選びってすごく難しいと思っていて、自分にとって必要な機能って何だろうっていうのも悩ましくって、そういう時にこの製品ならみんなに必要な機能っていうのを厳選してちゃんと搭載しているので、自信を持っておすすめできる製品ができたかなっていうのが嬉しく思うポイントです。すごく設計企画の皆さんが思いを込めて作った製品だったので、それをしっかりと魅力を伝えられるようなコミュニケーションを作っていきたいなとは思っていました。長く使ってもらって、長い間愛着を持って使ってもらえるものを作るからこそ定番だと思っていて、ぜひそれを手に取って確かめていただきたいなというふうに思ってます。